九次円島分水池九次円島分水は、神奈川県川崎市高津区九時一丁目にあり、二家療用水の水を、下流の各地域へ正確に分けるために作られた分水費である。二家療用水九次円島分水とも称する。国の登録有形文化財に登録されている。上河原、宿河原の席で玉川から取水した二家療用水は、九時で一旦合流し、ここで寝かたぼり、 川崎堀、六花村、堀、九時、双子堀の4方向へ分岐するが、その各用水路の灌え面積に応じた、一定の比率で水を正確に分け流すための施設である。1941年の建造当時としては、画期的な技術が投入されて作られたことから、現在は国の登録有形文化財として、本流の二家溶用水とともに、 川崎市建設緑政局により管理、保存されている。下流のニケ両用水添いも今ではすっかり住宅地と、菓しここ円筒分水も、カルガモやムクドリ、オナガなどの野鳥が集まり、春には桜が彩りを添え、ニケ両用水へ散策に訪れた人々や、近隣住民、野鳥たちが集う、のどかな憩い恋の場となっているが、当時このような高度な技術を投入してまでも成功な、 分水費が作られたことは、多摩川の洗浄地である。この辺り一帯がかつては、肥沃な田園地帯であったとともに、水にまつわる争いが絶えなかったことを今に伝えている。沿道分水が築かれる前は、ここから分岐するように方向へ、その2家両用水の水を流域高地面積に応じて、分けるための九次分量土井が、江戸時代中期に築かれ、その分量土井を、 洪水から守るための水量調整施設、九時大入りといとともに、回収されながら使われていた。しかしその後も、水量をめぐる争いが絶えず、より正確な分水を求めて、現在の円筒分水が築かれ、また、同時期に余剰の水を新平瀬川に流す施設も作られたことから、蒸気の各施設はその役目を終えた。なお、 かつての分量土いの意向は残っていないが、円筒分水より少し上流の二毛量用水添に、二毛量用水くじ分量問いとの石踏みが建てられている。ありがとうございます。